はい、こんにちは。今回なんですけれども、本日ね、土曜日にコミュニティデーのお知らせ入ってきたんでね、早速こちら見ていこうかなと思いますけれども、ただね、内容的には今までと変わんないですね、ぶっちゃけ。お知らせから見て、次のコミュニティデーは11月の18日土曜日と19日の日曜日ですということで、まあ、菊の花が手に入ると。で、普通の花を植えていると必ず菊が手に入ると。で、これ結構、勘違いされがちなのは、これ普通の花を使わないとね、必ず菊を咲かせることってできないんですよね。例えばバラをね、たくさん植えたとしてもね、それもバラが咲いちゃうんですよ。バラをたくさん植えて菊になるってことはないんで、このね、必ず菊を咲かせたいんだったら普通の花を植えてください。で、今回はまあ内容的には今までと通りかな、まあ、通常時は満開状態が約1日続くけれども、コミュニティデー当日は満開状態が3時間に短縮されると。で、開花したビッグフラワーに花を植えることでお使いが発生する時間は1時間になると。開花した花が1時間未満咲いてから1時間未満かどうかに関しては、この花からね、キラキラのね、花吹雪みたいなものが降り注いでいる時があるんだけれども、こういった花のそばで花植えをオンにすると、まあ、自分が咲かせていない花でもエキスをね、受け取ることができる、お使いを発生させることができます。で、コミュニティデーの18日か19日、いずれかの1日で1万歩を達成したら、菊のフラワーバッジをプレゼントということで、これね、両日合わせて1万歩ではダメで、ちゃんと土曜日か日曜日、どちらかのうちに1万歩を歩き切らないといけません。で、バッジを獲得するには、1万歩のお題に挑戦する日に一度アプリを起動する必要がありますということで、これを気にして遊んでる人にはね、あんまり関係のない話かもしれませんが、結構大事ですよね。だから、僕も基本的にピクミンブルームって、花植えをする前とかですね、花植えをする前にですね、基本的にはもうアプリを一旦落とします。アプリを落として再度起動させてます。なんでやってるかっていうと、そのマップを最新の状態にしたいんですよね。だから、その基本的にアプリをつけっぱにしておく、このアプリをタスクキルしないで放置しておくっていう行為は、このゲームをやってるだったらあんまりやらない方が良さそうです。で、苗のね、育つスピードが 1.5倍。まあ、おそらくね、このイベント期間中は復刻デコピクミンがいっぱい登場してると思います。で、その復刻デコピクミンをゲットするときにね、まあ、大きな苗からゲットできることもあります。でね、大きな苗からゲットしたらね、まあ、苗引っこ抜くの大変じゃないですか。いや、そういった場合は、このコミュニティで活用してください。で、コミュニティで限定パックと。こちらは11月18日の0時から11月19日の23時59分までの期間限定でショップに販売されます。で、コミュニティで特別なお題チケット、こちらも販売されます。こちらはね、慣例通りで言えば、まあ、おそらく菊なんじゃないかな。菊が手に入るんだ、菊が多分手に入りそうですよね。320円で菊が全部入ってるパックみたいなのが多分販売されると思います。僕は当日は青菊咲かせようかな。ただね、そのコミュニティデーがね、ちょっとね、日程が遅すぎる。18日ですよ、だって。もうこのイベントチャレンジが終了するのが26日なのに、その18日まで待たなくちゃいけないんですよね。このステージ3とか4まで差し掛かると、菊の花を植えるお題が必ず出てきます。だから、そこで一度詰まりそうな予感がするんですよね。いや、だからね、コミュニティデーに頼らずに何とかして菊の花をね、調達しなくてはいけません。このイベントをクリアするためには、もうそれがね、もうかなりきつい。正直言ってね、養殖をねやるぐらいだったら、もうキノコ、大きなキノコとかにワンチャンスかけた方が楽なんですよね、ぶっちゃけると。養殖をして結構ね、たくさん、まあ、10分とか時間をかけて、まあ、1本のビッグフラワー咲かせましたと。で、その一本のビッグフラワー、お目当てのものが咲いたら、まあエキスがね、30とか入ってくるから嬉しいね、なんだけれども、キノコに関しては、その大きなレアなフルーツが光ったら、100とか一気にエキスがドカンと入ってくんですよ。で、メガホンが実装されてから、大きなキノコにかなり入りやすくなってるはずです、皆さんも。まあ、その、メガ、フレンドを増やした人に限定になっちゃうけれども、そのフレンド増やした人にとっては、毎日ね、普通のキノコ以上のキノコには入れてると思うから、そこでもうワンチャンスかけるのがやっぱり楽なんだよね、結局。ほら、これはなんだ？このメロンは何？あ、椿ですね。いや、こういうこともあるけれども、これが
聞くだったらすごいですよ。ほら、あ、シクラメン、まあこういうこともあります。結局キノコにワンチャンかけるが楽なんだよなって思っちゃうんですよね。はい、あ、これポスか。これは、はい、菊のエキスが今104個手に入りました、この一瞬で。はい、こちらが僕の現在の菊の所持状況です。まあ今一発でかいのが入って138個になりました。で、青に関しても結構出てるね。で、黄色も50と。で、白に関しては全然今回まだ引けてないけれども、まあいつか引きます。大きな水晶とかにまあ入ってたら いつかね、その白色の菊が出てまた100とか一気に増えるはずだから、やっぱりまあキノコにワンチャンス、大きなキノコとかにワンチャンスかけて、まあ、誰かしらからメガホンをもらう、もしくは自分がその何キノコに入って、まあ、いいスコア星3星4を出すためにメガホンを使って人を呼ぶみたいな感じで遊ぶの、そういった遊び方をしてコミュニティデーまで耐えるっていうのがまあいいんじゃないかなとは思う。てかそうしないとお題回らないですよね、ぶっちゃけ。で、菊を集めるためにはキノコ、レアなキノコや大きなキノコを壊すことが大事という話をしました。ただね、それをするとこのイベントチャレンジの進捗具合がね、一気に遅くなるんですよね、本当に。で、大きなキノコやレアなキノコってもう壊れるのに半日近くかかることなんてザラですよね。つまりその半日待たなければ次のステージに進めないみたいなこともめちゃくちゃあります。それがあるから、このなんだろう、菊をね、キノコからその追い求めるんだったらどうしてもね、このイベントチャレンジの進捗がちょっと遅くなっちゃうんですよね。イベントチャレンジをサクサク進めたいんだったら小さなキノコに入るべきなんですよ。まあ小さなキノコだったらすぐに壊れるからね、まあ、それをすることで簡単にこのステージを回せるんだけれども、ただね、それをすると菊が満足に集まらなくなってステージね4とかでね積んでしまうから、結局大きなキノコに入らざるを得ないんですよね。まあそれがあるからね、なかなかサクサクイベントチャレンジを進めないなっていうね現状がちょっとねもどかしいですよね。まあ、正直コミュニティでの日程もっと早くても良かったんじゃないかなとは、まあ、思ってます。てなわけでね、今回はコミュニティデーのお知らせと、あとはそのコミュニティデーまでにねどうやって耐えるか、どうやって菊を集めるかって話と、大きなねキノコをね壊し続けたらねイベントチャレンジがね全然進みませんっていう話をさせていただきました。参考になりましたら幸いです。てか参考に なりましたら幸いです。おかしいか。まあ共感してもらったら嬉しいです。ということで今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃあ、ありがとうございました。